あ、勝又を。さあ今日は4球団の皆様に集まっていただきましたが、ヤクルトはね特別休暇ということで、まあ、ちょっと今日本シリーズやってますから ね、はい、今回はですね、まあ、私巨人ファンの勝又発発のことを皆さんがどのぐらい理解しているのかっていうのをね、まあ、一応関係性説明しますと、ね、まあ、直球さんが一番やっぱこの中では付き合い長いですね。そうですね。で家も本当にねファーストベースとセカンドベースぐらいの距離ですから、あとシュートだったら3秒でいけるから実家がね近いんですよ。で、ベンさんはまあ、少年野球チーム違ったんだけども、一応区選抜で一緒になったっていうね。地区選抜で一緒なのね。うん。で、外線もね、一応中学から会ってるはいるんだけど、ほぼ接点ないっていうね。クラス一緒になったことあるの？ない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 。ないないない。あ、そうなの？じゃあ、ほんと、開国チャンネルになってから、こんなに仲良くなったから。なるほどね。うん、ちなみに俺と凱旋は入学式のね、当日も席泊まれるとかな。席泊まれる。一番最初に席泊まれるとか。お互い一番デブだったから。凱旋がね、デブだったんだよね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃデブだし。うん。多分写真出てると思うんですけど。写真出すのこれ。でもデブ二人だったんだよな。決めたままだってあテストの時ですからね。あ、そうかそうか。まあ、凱旋もその時に入ってますから。まあ、一緒だ。まあ、これやっぱ直球さん、デンさんにはね、しっかり答えていただきたい。俺はそうよな。見てる皆さんもぜひ、勝又のこと知ってください。お願いします。よろしくお願いします。友達も彼女も仕事もないんです。はい、やめろ。軽い問題だな、さ、まず。そうだね。うん、勝又の、今までで一番食べているものは何でしょう？おー。飲み物とかじゃないです。食べ物ですからね。食べ物。ちなみに一番飲んでる飲み物はあの夜間の麦茶ですから、ね。あ、水色のな、うん。あれめっちゃ美味しい。めちゃめちゃゴミ置いてくんだよ俺んちに。どれくらい特定の食べ物というか。主食にはならないかなっていう。あ、絶対じゃん。ああ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 。やめてやめて。じゃあ書きましたか。はい。はい。じゃあ外線から。はい。カントリーマーム。でも俺カスマさん食ってるイメージあるよ。オレンジに来た時も持ってきてたんで、簡単に食ってるイメージあるよ。あ、持ってったね。じゃあ続いて姫だ。ファミチキ。あ、いいじゃない。なんかこのメニュー何かしら購入してるイメージがあるっていう。ざっくり。なんかそういうとこ見られてるの恥ずかしいな。ざっくり。じゃあデンさん、チョコボールです。チョコボール。キョロちゃん目指してるんですよね。目指してないです。クエクエクエチョコボール。じゃあ直球さん行きましょう。来たわこれ。来た。ほんと腹立つんだこいつ。何？サイゼのマルゲリータピザ。死ぬほど細かく切って、なんか36等分くらいしてくんだこいつ。じゃあ回答出揃いましたので、正解はこちらでございます。マックのポテト。あー、まあそうか、シンプルにな。いやでも俺マックは出てたわ。じゃあ続いて、私が学生時代によく聴いていたアーティストは。あー、うわ、ドレッチだ。ドレッチ、世界で一番 J-POP 好きだから。みんながヒップホップとかさ、いろいろ寄り道するんだけど、もう J-POP ど真ん中からさ。はい、はい、じゃあ凱旋。ファンキーモンキーベイベーズ。あるね、全然ある。ベイベーズ。ベイベーズ。ベイベーズ。ちょっとチャラくなっちゃってるやん。生き物係。いや全然あるよ。普通はそういえば生き物係にあるよ。自信あります。マジ？グリーンです。ああ、グリーンですね。確かに。いやでもね。じゃあチョケさん。小袋。小袋ね。正解こちらです。グリーン。ああ。全さん正解、素晴らしい。勝又の小さな頃の将来の夢は何でしょう。そうなんで、小さい頃っていうのがまたちょっとミスかもしれないですね。小さい頃、はい、はい、YouTuber。 志すごいな。警察。急に子供の頃ってなんか警察とか、なんかかっこいいって言いそうな。姫田なのか、子供の頃みたいな。子供の頃ね、はい。はい、デンさん。ポケモンですよ。ああ、なるほどね。あ、そもそもポケモンやんないからね。はい、最後、ジョケさん。小さい頃ね。小さい頃。阪神のセカンド。何が気に入る。はい、じゃあ正解、こちらですね。ボクサー。初めて聞いたんだけど。これ見せたいわ、マジで卒園アルバム。
多分まだ実家にあると思うんですけど、ボクサーって書いてるんですよ、ね、そこまで見たくないんだけど、そんな急に冷めなくてもね。妻との野球以外に熱中しているものは何でしょう。今、はい、今です。そんな特に最近ちょっと僕来てますね、これ。あ、もう余裕だわ。これちょっと当たっちゃうな、俺。あ、そうそう、アイドル。アイドルね、はいはいはい。あ、最近じゃないね。大体が好きなアイドルだっけ。新内まい、まさかまさかの急展開。姫さん、小芝風花。小芝風花、いや、あの、一人だ、あれ、あの、夜間のね、そう、夜間の麦茶の人。おお、小芝風花さんっていうの。まさかまさかの急展開。あ、デンさん、ピクミンです。はいはい、ピクミンか。確かなんかやってんもんな、こいつ。ドラクエウォーク的なやつのさ、ピクミンやってんもんね。違いますね。じゃあ、チョキさんお願いします。はい、相撲。わー、相撲ね。じゃあ、正解いきましょう。相撲です、ね。おー、全然知らなかった。確かにこれはチョッキューさん正解、お見事。キモいんだよこいつ本当に。急に待ち受けなんか塩撒いてる力士が待ち受けが塩撒いてる力士が。勝俣の好きな変化球は何でしょう。個人ですね。そうそう、個人限定のやつやめて。はい、チョッキューさん、王子か。菊池雄星、阪神の強いて言えば好きなとこはどこでしょう。武具がスピード違反で捕まったこと。知らねえよそんなやつ。なんだそんな DQ ニュースは。武具がスピード違反で捕まった、知らない。小松さんに今なんか歌ってって質問しました。何を歌ったでしょう。ああ。はい。じゃあ、まあせっかくなんで歌いながら。あ、そうだね。発明王に俺はなる。エジソン。お前そこ、お前ションベン王が好きなだけや。ションベン王 TikTok。 そこ、姫さん、セクシーゾーン。それあんたが好きだけど。じゃあ、デンさん、桃色の片思い。それいつも歌ってんだお前。分かってないね。あややって。はい、じゃあ、ジョケさん、アイテキサス。ヤマピーね、絶対これ。じゃあ正解こちらです。腹感棒だったかな。テレレレーテテテテテレレレーテテテテテレレレーテテ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 レテテテテワナティガテイシングスだ。V6 のテイクミントでしょ。あー、そうだ、出てきたわ、絶対が出たわ。V6、 あ、でもね、ジャニーズ答えたお二人にはちょっとポイントあげようかな。あ、ついに部分点ね。あ、部分点来ました。じゃあ続いての問題です。トマト一発が今もう一度見返したいアニメメジャーのシーンは。いいよ。あー、いいね。メジャーわかんねえ。メジャー見れないの今どこでも。ね、なんでなんだろう。サブスクも全部見れないからね。ただね、見れるんだったらここをまず最初に見たいなっていうシーンが。あー、なるほどね。あるんですよ。屋上にグラウンド作るシーン。誰が見たいんやお前。そうか、ちょっとまあメジャーあんま詳しくない姫さん。もうシビオンとジュニアの対決シーンみたいな。あ、ゴローンとギブソンが、あ、ギブソンジュニアね。ジュニア WBC かな。はい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 、姫さん、岡村三兄弟の初登場シーン。発展かな。マッチングセンターとか。あれ、あ、じゃあ打ってるな、じゃあこっちでどうか。あれ、もう取ってる。俺さっきこいつ終わったよな。詳しいんだよお前。3人いるからね。はい、じゃあジョケさんです。何回も言ってるんですけど、あのマードックの娘が父を擁護するシーン。お父さんは卓球団に行っても15本以上ホームラン打ってんだよっていういじめられっ子みたいなね。マードックっていう問題児がいるんですよ。じゃあ一応回答で揃いましたので正解いきます。マードックが娘の誕生日の日に、すごく多分ホテルだと思うんだけど、部屋に戻ってくるときにすげえのぶとい声でただいまって言うんだけど、そこをもう一回聞きたい。ほぼ一緒やねんか。ほぼ当たってんよ。マードックがただいまって言う。うわ、俺当てれたわ。だからチョウケイさんマードックかすったんで、これはまあ仮定変えましょう。ちょっとヒヤッとしたわ、マードック出してきたと思って。はい、最終問題です。最終問題、これ、
答えるとなんと5回ポイント稼げます。天文学的。この問題答えた方が勝俣王です。勝俣王ね、はい。まあ、勝俣がずっと憧れている名字は何でしょう。日本ね、これね、ずっと思ってんだよね、俺同じ名字の人に憧れてるとかじゃないです。ああ、違うんだ、うん、人は別に関係ないです。なんか響きとか、字面とかが好きっていう。まあ、ちょっと最後なんでね、ヒント多めに与えましょうか。漢字3文字です。漢字は漢字3文字、ひらがなにすると5文字ですね。5文字、うん。まあ、ひめたんの好きなジャニーズにもいる。はい、どうし、あー、もう一回井上です。あー、井上ね、ジャニーズに引っ張られてる。ジャニーズね、アスカキラーでシンガポールか。はい、デンさん、二階堂。あー、かっこいい、たつまいるしね。はい、じゃあ、チョケさん、髪の毛、漢字3文字、ひらがな5文字だよ。はい、そうです。イスニョプ。今日韓国人やんけ、お前。イスニョプ、まあ、当時って言ってフルネームだよ。さあ、果たして勝間とは誰になるのか。イスニョプ。正解こちらです。二階堂。二階堂。おわマジで。マジで当たるんこれ。ということで、デンさん、勝間とです。理由は？あ、理由？かっこいいから。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング！ゴー！